前に、旦那の運転する車でドライブを楽しんでいた際、たわいもないおしゃべりをしていたら、旦那が話の流れを断ち切って、この地名、なんて読むの？と、ナビ画面の上を指した。〇〇だよ。と答えたものの、別に、その〇〇は、難読地名でも難しい単語でもなく、どうして、わざわざこんなのを尋ねたの？と笑って聞いたが、なんとなく気になっただけ。と、旦那も笑って返した。その時はそれだけだったが、しばらく日が経って、家で雑談をしていた時、旦那が大学の夏休みの時に、ある農場でバイトしていて、楽しかったけど大変だったという思い出話を聞いていた。だが、その話を聞いて、ふと気づいたが、まさしく、その農場の所在地が、あの時のナビにあった地名で、その農場の正式名も、〇〇農園みたいに、その地名がズバリ入っていた。なんであの時、昔の思い出があるところの地名の読みを、わざわざ聞いたの？と旦那に突っ込んだら、旦那は、前のドライブで、そんなことを聞いたことすら、忘れてたような反応だったけど、ようやく思い出したのかわからないけど、話し出した。あのドライブの時に、旦那は、路上で猫が引かれているのに気づき、しかも、結構グロい状態だったらしい。私よりずっと視力がいい旦那は、遠目で気づいたけど、すぐに、私も目に入るだろうし、猫が好きな私が見たら、気分を害すだろうと、とっさに、私の注意をそらすために、ナビに指を指しただけで、特に、地名は、意味がなかったらしい。2秒も猶予がなかったろうに、旦那のとっさの頭の回転と、優しさに、惚れ直した。